こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ああ、どこか旅行に行きたいわ。熱帯雨林のジャングルとか。また極端だな。この間ね、テレビでアマゾン川を旅する番組を見たの。深いジャングルに囲まれた壮大な川を船で移動するんだけど、日本じゃ見られない色々な生き物が出てきて面白かったわ。ああ、確かにアマゾン川には独特な生き物がたくさんいるよな。そうなのよ。自分でも行ってみたいけど、アマゾン川なんてなかなか行けないよね。旅行で行くにしてもちょっと遠すぎるし。だったら今回は、アマゾン川に住む奇妙な魚たちについて解説していこうか。少しでもアマゾン気分が味わえるかもしれないぜ。あ、それ、面白そう。できれば美味しい魚も教えてくれない？魚を見るのも楽しいけど、旅行の醍醐味といえばやっぱりグルメだもの。本当にいつも食い意地が張っているよな、お前は。奇妙な魚を紹介すると言っているのに、なぜ食欲が湧いてくるんだ。奇妙だろうとなんだろうと、美味しければ私は食べる。わかったわかった。それじゃあとにかく解説始めていくぜ。まず紹介するのは、コロソマと呼ばれる魚だぜ。コロソマという名前はギリシャ語で短いを意味するコロズと、体を意味するソマという言葉から来ているらしい。現地ではタンバッキーとも呼ばれているぜ。短い体って、なんかちょっとかわいそうな名前じゃない？まあ確かに褒め言葉には聞こえないが、別に悪口でもないだろう。実際、コロソマはおとなしい性格で飼育しやすく、さらに身も美味しいことから、現地では人気の魚みたいだからな。あ、この魚、食べれるの？やったー、アマゾンに行ったらぜひ釣り上げたいわね。釣りたいのか？コロソマは大きいものでは全長1メートル以上、体重も40キロを超えるみたいだが、それでもというならまあ頑張ってみてくれ。そんなにでかいのこいつ？絶対釣り上げられないじゃんっていうか、そんなにでかくて本当に美味しいの？確かに大きな魚は味も大味になりやすいイメージがあるが、コロソマの身は淡白で美味しいことで有名なんだぜ。現地のレストランで食べられるらしいから、みんなもアマゾンに行ったらぜひ試してみてくれ。コロソマ自身は何を食べて生きているの？どうやったらこんなに大きな体で、しかも美味しい身になるのか興味があるわ。コロソマは植物を中心にした雑食性で、水草や水面に落ちた種、果実のほか、ミミズや昆虫、動物プランクトンを食べているぜ。ペンチのような硬い歯を持っていて、硬い節も砕いて食べられるんだ。大きな体で怖そうなのに肉食じゃないのね。確かに見た目はちょっと怖いよな。コロソマはピラニアの仲間で、幼魚の時には特にピラニアに似ているから、見間違える人も多いかもしれない。しかしこのピラニアに似た姿は、共食いを嫌うというピラニアの性質を利用した、自分の身を守るための手段だと考えられているぜ。ピラニアに仲間だと思わせることで、自分が食べられないようにしてるってこと？コロソマは美味しい魚らしいから、確かにそれくらいしないとすぐに食べられてしまいそうよね。別に自分の美味しさを理解してやっているわけではないと思うが、面白い生態ではあるよな。続いて紹介するのは電気ウナギだ。あ、なんか聞いたことある。確か体から電気を出して攻撃するウナギだったっけ。でもそんなすごいウナギ、本当にいるの？ああ、電気ウナギは本当に体内で電気を作っているぜ。ただ、電気ウナギはウナギではないけどな。その細長い体の形から名前にウナギとついてはいるが、電気ウナギは電気ウナギ目ギュムーツか電気ウナギ属に属する魚で、ウナギとは全く違う仲間に分類されているんだ。体の構造も生態も、私たちが知るウナギとは全然違うんだぜ。ちなみにギュムーツかではなく電気ウナギかとして分類されることもあるみたいだが、これは別にどちらでもいいらしい。へえ、そうだったのね。でもウナギじゃないなら、電気ウナギは一体どんな生物なの？電気ウナギは全長 2.5 メートルを超えることもある大きな魚で、主に池や流れのゆっくりな川に生息しているぜ。夜行性で、昼間は物陰や泥の底に潜んでいるが、夜になると活動を開始して小型の哺乳類や魚を捕食するんだ。その時に電気を使うの？その通り。電気を発生させる魚は大抵、自分の周りに電波を作って周りの様子を探るために電気を使っているが、電気ウナギはそういった他の魚よりも強い電気を起こせるから、獲物を狩る時や身を守る時にも電気を使うことができるんだ。例えば電気ウナギは小魚に体当たりして感電させ、麻痺させることで捕食する。また、大きな生き物が体に触れた時にも電気で麻痺させ、その隙に逃げることができるんだ。なんといっても電気ウナギが起こす電気は、人間のような大きな動物でも感電させてしまうほどの強力なものだからな。そんなに強い電気なの？危ないじゃん。ああ、危ないぜ。電気ウナギが発電できる電圧は最高600ボルトから800ボルトとも言われていて、これは人間を気絶させてしまえるほどの電気だ。実際に触れなくても、電気ウナギがいる水槽に手を入れるだけで感電の恐れがあると言われているし、水中で感電した場合は体が麻痺して溺死してしまう危険もあるから、電気ウナギがいる場所に行くときには十分に注意してくれ。
思いっきり危険生物じゃない。それにしても、電気ウナギは一体どうやってそんな強力な電気を起こしているの？電気ウナギの体には、筋肉の細胞が変化した発電板という細胞があるんだ。電気ウナギの体はなんとその体長の5分の4が発電板だと言われていて、これは肛門から後ろのほとんどの部分が発電機関だということになる。体のほとんどの部分を使って電気を発生させているのね。生きる発電機じゃん。ちなみに、電気ウナギ自身も実は発電時に若干感電しているらしい。しかし体内にたっぷりある脂肪が絶縁体になって、自分自身が感電死することを防いでいるんだ。ああ、電気ウナギにも負担がないわけじゃなかったんだ。それにしても電気を出す魚なんてやっぱり面白いわ。蒲焼きにして食べたらどんな味がするのかしら。また食べることを考えているのか。電気ウナギは食べられないこともないが、あまり美味しくはないみたいだぜ。あと電気ウナギはウナギじゃない。残念だわ、2.5 メートルの巨大蒲焼き、食べてみたかったのに。次に解説するのは、頭部から突き出た長いノコギリ状の糞が特徴的な魚、ノコギリエイだぜ。口の部分がノコギリみたいに尖ってるエイってこと？そんなやついるの？ああ、ノコギリエイというのはノコギリエイ目ノコギリエイ科に属する魚の総称で、種類によっては体長7メートルに達するものもいる大型のエイだ。ちなみに同じくノコギリ状の糞を持つ生物にノコギリザメというものがいて、見た目もよく似ているが全く別の生き物だぜ。世の中には珍しいエイもいるのね。あれ？でもエイって海にいる生き物じゃなかったっけ？アマゾン川にもエイが住んでいるの？ああ、エイの中には淡水に生きるエイもいて、アマゾン川にも複数の種類の淡水エイが生息しているんだ。しかしこのノコギリエイはちょっと特別。ノコギリエイはインド洋や太平洋の熱帯や熱帯地域、つまり海水に生息しているエイなんだが、淡水にも適応できる浸透圧調整能力を持っていて、アマゾン川でも目撃されるんだぜ。つまり、海水にも淡水にも住めるエイってことね。そんな魚がいるなんて、アマゾン川の生態系って本当に多様だわ。でも何より、一番面白いのはやっぱりノコギリみたいな形の糞よね。そうだな。糞にはノコギリの歯のようなギザギザがあり、これは皮脂と呼ばれる鱗が大きくなったものだ。糞の下側には電気受容器があって、糞を振りかざすことによってまるで金属探知機のように、砂の中にいる甲殻類や小魚を探り当てることができると言われているぜ。糞すごくノコギリみたいでかっこいいだけじゃなかった。ノコギリ状の糞の使い道はまだまだあるぜ。例えばスコップのように使って砂を掘り起こしたり、餌である小魚を叩き殺して捕食したり、サメなどの捕食者を追い払ったりと、用途によって色々と使い分けられるんだ。めちゃくちゃ実用的。そうだろ？しかしその恐ろしげな見た目に対して、ノコギリエイは積極的に人を襲うようなことはしない。もともと発見が難しい生き物だから遭遇することはあまりないと思うが、もし出会ってしまっても、むやみに近づいたり刺激したりしなければ大丈夫なはずだ。そうなのね。でも、発見が難しいっていうのはどうしてなの？体が大きいしこんなに目立つ糞もついてるし、簡単に見つかりそうな気もするんだけど。ノコギリエイは夜行性な上に濁った視界の悪い場所に生息しているから、なかなか見つからないんだ。それに糞やヒレを目当てにした乱獲や、生息地の環境の変化などによって、ノコギリエイの数も減っている。ワシントン条約でも保護の対象になっている貴重な生物なんだ。だから霊夢も、ノコギリエイを食べてみたいとか言わないでくれよ。さすがの私もそれはわかってるよ。アマゾン川で最も恐れられている魚の一つに、カンディルというやつがいるぜ。カンディル？全然聞いたことないけど、どんな魚なの？カンディルというのは、アマゾン川など南米の熱帯地域に生息する肉食淡水魚の総称だ。金色の体をした10センチほどの小魚だが、30センチほどにまで成長することもあるらしい。あまり大きくもないし、なんだか地味な魚みたいだけど。ところが性格はどう思う？群れで獲物に襲いかかり、種類にもよるが、自分よりも大きい魚のエラなどから体内に侵入して肉を食べるものや、魚の生死に関わらず体の表面を食い破るものもいるそうだ。いきなりとんでもない情報出てきた。生きてる魚を内側から食べたり、体を穴だらけにするってこと？めっちゃ怖いじゃん。しかもカンディルのヒレには返し針のようなトゲがついていて、体に侵入してきたところを無理に引き離そうとすると肉が切り裂かれてしまうらしい。地獄だ。というわけで、カンディルは現地の人々にはピラニア以上に恐れられているんだが、実はカンディルにはとても怖い言い伝えがあるんだ。まだなんかあるの？怖いエピソードならもう十分聞いたけど。カンディルはアンモニアに反応して他の魚を襲うと言われている。そのため現地の言い伝えでは人間の尿にも反応すると信じられていて、もしアマゾン川で男性が排尿をすると尿道にカンディルが侵入し、切開手術で取り除かなければならなくなると言われているんだ。なんその考えるだけで鳥肌が立つような話。まあ、あくまでこれは言い伝えだ。
実際にカンディルが男性の尿道に侵入したという目撃例はないし、カンディルを男性の尿道から取り出したとする論文などもあるが、疑わしいものばかりらしいぜ。なんだ、よかった。しかし一方で、女性の膣に侵入したという報告は実際にあるようだ。え、嘘？本当に体の中に入ってくることもあるってこと？さあ、噂の信憑性も含めて、確かなことはあまりわかっていないんだ。しかし危険な魚であることに違いはないから、みんなももしアマゾンに行くことがあれば十分注意してくれ。カンディルはピラニアより恐れられてるって話だったけど、それでもピラニアだって怖い魚であることには変わりないよね。そうだな、ピラニアも確かに注意が必要な生物だ。しかしピラニアの凶暴な魚としてのイメージは、映画などで誇張されすぎているところもある。ピラニアは確かに肉食の魚で、鋭い歯も持っている。そもそもピラニアという名前自体、現地の言葉で歯のある魚という意味らしいからな。その鋭い歯で獲物をあっという間に切り裂くのよね。そうだな。しかしピラニアは基本的に臆病な性質で、自分より大きな獲物は基本的に襲わないんだ。襲うのは他の魚や水に落ちたヒナドリやネズミなどの動物、あるいは川で死にかけているような襲いやすい相手だな。臆病ゆえに常に群れで行動し、獲物を捕食するときも常に獲物から距離を取って、安全圏から高速で肉を盗み取るように食べると言われているぜ。本当に臆病じゃねえ、ピラニアってそんなに弱虫だったの？映画のイメージと全然違うだろ？自分より大きい獲物は襲えないし、一人じゃ狩りもできないなんて聞いたら、全然怖くなくなっちゃった。ただ、油断は禁物だぜ。確かにピラニアは基本的には臆病な性格だが、血の匂いや水面を叩く音には敏感に反応し、興奮状態になるんだ。群れ全体が興奮状態になると水面が盛り上がるほどの激しさで獲物に襲いかかると言われているぜ。血の匂いや水面の刺激で性格が激変しちゃうってこと？ああ、そうだな。だから出血している時にピラニアの生息している場所に入るのはやめた方がいいぜ。ちなみにそんな恐ろしいピラニアだが、現地では食用として食べられているみたいだ。え、ピラニアって食べれるの？こっちが食べられるんじゃなくて？ピラニアの身はタンパク質が豊富で、味も美味しいそうだぜ。よかったな、霊夢。ピラニアはちょっと怖いけど、現地に行ったら挑戦してみようかしら。ピラニアの他にアマゾンで有名な魚といえば、ピラルクーも外せないよな。水族館でも人気の、あの巨大な魚よね。ああ、ピラルクーは体長3メートルを超えることもある巨大な魚で、淡水魚の中では世界最大級と言われているぜ。しかしその大きな体に反して、ピラルクーが襲うのは主に小魚。人間を襲うことはないらしい。よかった。ピラニアやカンディルも怖いけど、あんなでかいのに襲われたらひとたまりもないもんね。ちなみにピラルクーという名前には、現地の言葉で赤い魚という意味があるらしい。成長すると体の後ろ半分が赤くなるというピラルクーの特徴を表した名前だな。ピラルクーは1億年前から姿がほとんど変わっていないと考えられていて、生きた化石とも呼ばれている興味深い魚だ。水族館でピラルクーを見かけた時には、体の赤い色も含めてぜひじっくり観察してみてくれ。へぇ、大きさばかりに気を取られていたけど、ピラルクーってそんなに面白い魚だったのね。もう一つ面白いところがあって、実はピラルクーは魚でありながら、水面に口を出して息継ぎすることが知られているんだ。浮き袋を肺のように使って、空気から酸素を取り入れられるらしいぜ。魚なのに息継ぎするの？あんなでっかい魚がいきなり川の表面に現れて息継ぎしていったら、きっとものすごくびっくりするよね。現地ではこのピラルクーの習性を利用して、息継ぎのために水面に上がってきたところを森で突くという伝統的な漁法が使われているらしい。ピラルクーは個体数が減少していて、ワシントン条約で保護されてもいるんだが、現地の市場で肉が高値で取引されることから今でもこの伝統的な漁法が続いているそうだ。へえ、そうなのって、ちょっと待って、ピラルクーの肉も食べられるの？ああ、聞くところによると、ピラルクーの肉はタンパクで臭みもなく美味しいらしいぜ。巨大焼き魚にして食べてみたい。全身はさすがに巨大すぎると思うけどな。魚ではないが、最後はアマゾンカワイルカを紹介しようと思うぜ。アマゾンカワイルカはピンクイルカとも言われ、その名の通り体がピンク色のものもいるんだ。その可愛らしい見た目から、幸運を呼ぶイルカとして観光客に人気らしい。川でイルカが見られるなんて、なんかすごい。しかもピンク色なんでしょ？アマゾン川に行ったらぜひとも出会いたいわ。ピンク色の他にも、暗い茶色やクリーム色など、様々な色のものがいるぜ。ピンク色のものはオスの方が色が際立っていて、これは仲間同士の争いによって皮膚が繰り返し摩耗されることによると言われている。大きさは現世のカワイルカの中では最も大きく、オスで体長約 2.8 メートル、体重は100キロから160キロほどだそうだ。大きくて色も綺麗ってことなら、き
と観光客だけじゃなく、現地の人の間でも人気なんでしょうね。いいなぁ、住んでいる場所の近くにそんな素敵なイルカがいるなんて。それが、どうもそういうわけでもないらしいぜ。実はアマゾン川イルカにはちょっと怖い伝説があって、現地では魔物的な扱いをされることもあるそうだ。怖い伝説？あの可愛いピンクのイルカに？ああ。伝説では、アマゾン川イルカのオスは夜中になるとハンサムな男性に化けて乙女に近づき、妊娠させて帰っていくと言われているんだ。確かにちょっと怖い、あんなに可愛いのにとんでもない伝説ね。まあ、あくまで伝説だからな。もし見かけたら、普通に可愛いイルカとして観察すればいいと思うぜ。そうよね。とはいえその伝説も含めて、とても神秘的なイルカだと思うわ。アマゾン川に行ったらピンク色のイルカを探してみようっと。アマゾン川イルカは密漁や船の騒音、ダムの建設などにより個体数が激減しているんだ。見つけても、くれぐれも捕まえて食べようなんて思うなよ。さすがの私もイルカは食べないって。アマゾン川に住む奇妙な魚たちの解説はここまでにしようと思うぜ。すごく大きい魚や恐ろしい魚、意外な生態の魚がいっぱい知れて楽しかったわ。アマゾンに行った気分を少しは味わえたか？うん、でも話を聞いてたら、やっぱり実際に行ってみたくなっちゃった。機会があったらぜひアマゾンに行って、不思議な魚たちを見て、現地のレストランで魚を食べまくるわ。やっぱり最後は食べるんだな。みんなも意見や感想があったら、ぜひコメントで教えてね。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。最後までご視聴ありがとうございました。